今日はつまんなかったな。あ、でも待ってる間にメール打ったよ。今から送っていい？そう。正午、あの約束忘れてないよね。デートの約束したよね。じゃあ正午が元気になったら、あ、正午学校あるから、夏休みになったらデート絶対行こうね。じゃあおやすみ。早く元気になってね。
内での彼にはあの作戦以外に他に手はなかった。そうね、ちずる、あなたは勝つために、ただ勝つためだけに彼が自ら茨の道を選択したっていうところを強調したいわけね。なるほど、そうかもしれないわ。正午も撮っていたとはね。この講義、西洋美術概説は美術とかやっぱり好きなんだね。気が合うじゃん。学ぶっていうのも。神宮寺教授ってさ、ちょっとピカソ入ってるね。神宮寺教授だよ。どうか、何人も恋人がいそうだよね。きっとあの見かけた鋭い目が武器なのよ。やる、女の勝て。似顔絵だったらこれくらいやんないと。ショーはさ、漫画とかよく読むの？
ちまるベイビー、ショーアキ。やっぱ完成が近いような気がしたね。もしかしてあなたが前世で生き抜かれたイリアム？今のタイムラグの有効量したら痛すぎるので、もう1回引き返してて、スペースクリーナーはすでに3回地球を復活させてるね。真面目にやってよ。こちとら命張っとんのじゃ。女子供のままごととは訳が違うんじゃい。ボケ、可能性が見えてきた。お前だよ。レミュってことは、ショーゴの好きな音楽、洋楽が多いの？ひょっとして、洋楽しか聴きませんってなタイプ？ってことは、逆にガトン・ヒミココなんてまるでわかんないよね。知ってるの？嘘だよ。この名前知ってたら相当マニアックだよ。だってこのバンドデビューした時名前変えちゃったから。現在の名前はホーキーポーキー。聞いてみてよ、これ面白いよ。
聞いてみて。わかる？レミューのカバーなの。わかるはずだよ。